もこちら鈴木ナイの鈴木氏です。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて今回はですね、はい、大根の種まきをやってきます。はい、大根の種まきですね、やっていくんですが、大根は比較的ね、簡単に作れる作物。しかも、収穫した時のね、達成感がね、めちゃくちゃいいね、そういう野菜ですよね。ただですね、大根ね、一点だけね、気をつけなきゃいけないことがあるんです。それが、虫です。はい、そうなんですよ。虫なんです。ね。というのは、大根って、白菜、キャベツ、ブロッコリーなどのね、油中野菜の仲間です。そう。油中野菜って虫さんね、大好きなんですよ。もうやったことある人だったらわかると思います。もう虫との戦いです。で、大根も同じく虫との戦いになります。では、地域によるかもしれませんが、この地域だとね、絶対虫が来るんです。で、気をつけなきゃいけない虫は二つです。上から食うね、芯を食う芯食い虫。地面の下でね、大根の大事な白い部分をね、食べちゃうね、キスジノミハムシ。この二点。この二種類。こいつらがね、もう、ウォンテッドです。なんで今回は、序盤種まきのやり方、紹介します。で、動画の最後に、その虫対策の話もしますので、どうぞ最後までご覧ください。では、早速、種をまいていきます。はい、ではね、今回まく種が、こちらです。はい、じゃーんと。おでん大根、YR 味作りでございます。はい。僕のチャンネルね、見てる人だったらわかると思いますが、こちら僕、よく巻いております。というか、ほぼこいつを巻いております。理由は、うまい。はい。以上です。どううまいのって話なんですけど、味が染み込めやすいんですね。そう。すぐ染み込むんですよ。ね、なんかね、大根なんか電子レンジでチンしてからね、なんか下処理してからやるとか言うけど、そんなの必要ないです、こいつは。もうすぐ染み込む。だから煮物でもいいんですけど、炒めてもいい。ささっと炒めるだけで味がスッと染み込むからね、もう最高なんです。で、美味しいだけじゃないんです。これ育てやすいんです。はい。YR ってことで、まあ、いろんな病気に強いんですが、異様病に抵抗性を持ち、さらにウイルス病などにも強い。あと、対処性、暑さにも強いということでございます。まあ、あとですね、畑に長く置けるっていうのも、実はポイントです。はい。という理由で今回は、おでん大根、YR 味作りを巻いていきます。で、ちなみに、大根の種まき時期なんですが、中間地で8月から9月です。で、寒冷地、暖地で、まあ、1ヶ月ぐらいね、前後しますんで、その辺はね、種の裏のところをね、よくチェックして、巻いてください。で、大体10月から12月頃に収穫になります。で、長ければ1月にも収穫できるって、そんな感じです。はい。で、畝はね、こちら。こんな感じで立ててください。土作りに関してはね、まあ、目安乗せておきます。苦土石灰1ヘビあたり 100g、牛糞堆肥2キロ。で、できればね、元肥として、鶏糞、まあ、これも 100g から 150g ほど、巻いてください。で、畝のね、幅なんですけど、60センチでやってください。で、株間は30センチで種を巻いていきます。はい。では今から種のね、巻き溝を作っていきます。大根は健康性種子って言って光を嫌う種子でございます。なんで、比較的深めに、埋めてもらっても発芽します。今ね、2列溝穴作ってきますが、1畝に2列やる場合は、列と列の間を40センチ開けてやってください。ちょっと僕は横着なんで、密植でやります。そしたらいよいよね、種をまいていくんですが、種はこんな感じです。で、一粒ずつではなくて、だいたい3粒ぐらいを目安にまいていってください。大根は、たくさんまけばまくほど、生育が良くなる、そういう作物です。まあ野生だと、みんなね、密植して、元気に育つっていう、そういう遺伝子が働いてるのか知らないですけど、3から5粒まいて、やると、うまく育つと言われております。もちろんその後は間引きが必要です。ただ僕はケチなので3粒ずつ巻いていきます。はい。まあ2でもいいんですけどね。もう2粒しか落ちなかったらもう2粒でいっちゃいます。うん。一応ね、メーカーさんだと5粒を推奨してますけど、5粒ずつ巻いたらね、もう全然ね、すぐね、種がなくなっちゃうんで、僕はケチなんで2から3粒ずつでやってます。はい。こんな感じで。
巻き終わりました。はい、じゃあ上からね、今から土かぶせていきます。三角砲でやっていきます。はい、では土をかぶせたらですね、ここから発芽させる、ワンポイントテクニックで、上から踏んで鎮圧します。上から踏んで土をくっつけることによって種と土をくっつけます。そうすると種にね、水分を、吸収しやすい環境を作ることができるので、上から踏んで鎮圧していきます。はい、という感じで今種まき一畝分終わりましたね。もう一畝分はまたやるんですけど、その様子はですね、サブチャンの方で公開します。僕サブチャンもやってます。サブチャンではですね、メインの裏側であったり、メインでは話さない話とかね、なんか珍しい品種であったり、珍しい栽培方法とかね、はい、サブチャンとなんか100均でね、100均の大根をやってみたとかね、そういう動画もね出してますんで、概要欄にサブチャンのリンク貼っとくんで、よかったら遊びに来てください。はい、でこの後はですね、やることとしたら、まあ水やりですね。はい、水やりです。ただこれぐらいのね、広さだともう、じょうろでやるとしんどいんで、うん、じょうろ一回行っただけだとね、それじゃ不十分です。せめて2回はね、行かないと、満タン10リットルのじょうろでね、行かないと話にならんので、で、この後雨、ね、降りますんで、雨を狙ってやるのが一番効率的です。で、この後の作業としては、間引きの作業、あと追肥の作業があります。まあ、間引きに関してはこんな目安でやってってください。本葉が3、4枚ね。最初に双葉が出るじゃないですか。その後に出るやつが本葉なんですけど、本葉が3、4枚の時に間引く。1回目の間引き。で、その後6、7枚。本葉が6、7枚出た時に間引き2回目。まあ、これが最後ですね。まあ、僕の場合はめんどくさいんで、もう1回で済ませます。はい。だから間引き、だから6、7枚かな。本葉が6、7枚の時にもう一気にやっちゃいます。で、追肥の作業もあります。追肥はだいたい種まきした1ヶ月後からスタートって感じです。はい。化成肥料オール8の場合で1平米あたり 30g パラパラーっと撒いてってください。はい。で、あと土寄せの作業をね、いるっていう方もね、いたりするんですけど、はい。僕は土寄せはしないです。うん。土寄せした方が、綺麗な大根になるって言われてるんですけど、僕はなんかそんなことしなくても綺麗な大根取れてるんでやらないです。はい。気になる方はやってください。まあね、この後上にね、雑草生えてくるんで、雑草を取るついでにちょっと気持ちね、土寄せしてあげるといいのかなと思います。はい、では種まき終わったんですが、今から虫対策の話をしていきます。ご覧ください。どうぞ。はい。今まだ種まく前でございます。今から虫対策で、薬をね、撒いていきます。で、撒くのがこれです。じゃらんと。アルバリン流剤でございます。はい。こちらがですね、ハイマナロのメイガ、いわゆる芯食い虫ってやつですね。はい、芯を食う虫でございます。ね、そんなやつがおるんですよ。この辺はね、なんか知らないけど、芯食い虫の被害がめちゃくちゃ多いんですね。そう。で、芯食われちゃったら、もうそっからね、うまく成長できないので、もう変なね、大根しか取れなくなります。秋冬野菜、キャベツ、白菜、大根、ブロッコリーとかね。その辺ね、もうめっちゃ食われるんで、なんで、芯食い虫の対策で、こういうお薬を入れます。あと、こちらですね、キスジノミハムシっていうね、その虫にも登録が載ってて、まあ、こいつも厄介でして、まあ、映像にも出とると思うんですが、なあ、厄介なんですよ。どう厄介なのってことなんですけど、表面を食べちゃうんです。根の方の。そう、根の方食べるんですよ。だからね、そう、抜いた時に、もうね、虫食いの跡のあるね、もう汚い大根になっちゃうんです。嫌じゃないですか。せっかく育ててるのに。で、この辺もたまになんか知らないけど、大量発生する、なんか時があるんで、はい、キスジノミハムシの対策で、僕は大根とか株の、育てる時には絶対アルバリン流剤使ってます。これ測ってありますんで、これを、うねるの上にパーって巻いてって、で、混ぜ込む作業をやっていきます。まあ、うねは立ててあるんで、冷気で混ぜ込んでいきます。薬、巻き終わりました。で、薬をね、どうしても使いたくないと。できるだけね、農薬は使わず無農薬でね、やりたいという方は、はい、こっち。こんな感じでね、不織布をベタ掛けしてください。
ここは人参の畝なんですが、こんな感じでね、不織布をベタ掛けしております。これ、U ピンでね、止めてあるだけなんですけど、まあ、こうやってベタ掛けしてることによって、物理的にね、真空虫、まあ、ガの幼虫なんでガなんですけど、ガがこうやってね、来るのを物理的に防いでくれます。うん。なので、農薬をね、極力使いたくないという方、ちょっと手間かかりますし、資材も必要になりますけど、こういう不織布っていうのがあります。これやると便利です。はい。発芽率もね、アップしますし、まあ寒い時期とかだとね、これで保温効果がありますんで、保温効果だけじゃなくてね、中の温度もね、ちょっとだけね、上げてくれるっていう、そういう効果もありますんで、不織布ぜひ活用してみてください。はい。ってな感じでございます。やっぱりね、真空虫はね、非常に厄介です。粉がとかもそうですけど、ね、もう芯食われたらそこでゲームオーバーなので、虫対策は何かしらする必要があります。今回不織布をね、紹介したんですが、防虫ネットをやってもいいです。ただ防虫ネットの場合は支柱を立てるっていうそういう手間がありますんで、僕は不織布の方をおすすめします。で、虫対策ね、この後もね、また出てくるんで、寒くなってきたらね、比較的少なくなるんですけど、一回出てきますんで、その時にまたね、何かしらの薬、水に薄めてやるタイプの薬をやる必要があります。ね、それが嫌っていう方は、不織布や防虫ネットを使って対策してください。ドドン。無事、発芽しました。ここからは、薬がね、はい、白いの見えてますけど、これが1ヶ月弱効きますんで、虫からね、大根のね、芽を守ってくれます。ってな感じで今回は大根の種まきとその虫対策のお話でございました。この動画参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい。まあ、綺麗でね、真っ白で、美味しい大根をね、収穫して、冬、おでん、楽しんじゃってください。ではまた。